します。玉木雄一郎君。共同会派立候補者、国民民主党代表の玉木雄一郎です。まず冒頭、新型コロナウイルス感染症で亡くなられた413名の皆様のご冥福とご遺族に対しても、心からのお悔やみを申し上げたいと思います。また、現時点で1万3895名の感染者がおられ、闘病中でございます。心からのお見舞いを申し上げたいと思います。また、医師、看護師、看護助手、臨床検査技師、臨床工学技師、医療関係者、医療従事者の皆様に心から敬意と感謝を申し上げ、合わせて電気、ガス、水道、流通、社会インフラを支えておられる方々にも、合わせて感謝を申し上げたいと思います。また、日頃はですね、当たり前だと思っていた、例えばスーパーの棚に食品を並べておられる方、レジ打ちをされている方、今、困難な中でそういった仕事を継続されている方にも、合わせて敬意と感謝を申し上げたいと思います。総理、今、多くの国民が先の見えないトンネルの中に入っているような感覚を覚えていると思います。我が党国民民主党では、電話や往復はがきで、さまざまな声を今、集めておりますが、そこで来るさまざまな返答の中に共通している言葉があります。これ何だと思われますか。怖いって言葉なんです。いろんな意味で、もちろん感染するかもしれないという怖さ、そして商売をされている方は先が見えなくて、本当に再び事業が始められるのか、そういった、えも言われぬ恐怖感が社会の中に広がっている。これが今の現状だと思います。そこで総理に伺います。5月6日とされていた緊急事態措置については、解除できそうにないという意向が専門家からも示されておりますが、この長いトンネルはいつまで続くのか、国民はいつまで耐えればいいのか、ぜひ総理の口から直接、今テレビを見ている全国の国民の皆さんに分かりやすく、その見通しをご説明ください。安倍内閣総理大臣。この新型コロナウイルス感染症との戦いについては、日本ならずのみならず、世界中で今、この脅威の下で、それぞれの国の国民とともに戦いを続けているわけでございます。我が国においては、いわゆる爆発的な感染拡大、オーバーシュートには至ってはいないのでありますが、全国各地において、感染者が継続的に増加をしている、累積で増加をしているところでございます。もうその中におきまして、全国で一斉に緊急事態宣言を発出をさせていただき、国民の皆様に最低でも7割、極力8割の接触の削減をお願いをし、大変なご協力をいただいているところでございます。その中で、ではいつ収束するのかということでございますが、我々こうした努力をしながら、とにかく感染拡大の爆発を起こさないようにしながら、それは医療の崩壊、医療提供体制の限界を超えていくことになるわけでございますので、できる限りこの山を大きくしない、そしてその中におきまして、死亡者を一人でも減らしていく、一人でも多くの命を助けていく、重症化を防止するために全力を挙げているところでございます。そこで今、こうした努力を皆様方にいただく中において、ある程度のですね、この接触機会の削減の効果は出てきているというふうに見ておりますが、まだまだ8割にまで至っていないわけでございまして、もう一歩のご協力をお願いをしたいと、こう考えております。そこで、ではいつ収束するのかということについてですね、これは本当に残念ながら、専門家の皆様もいつ収束するということを明確に答えることができる方はおられないわけでございますし、また、我々としても、その中でですね、繰り返しになりますが、極力この8割減らしていく、ご協力をいただきながら、一日も早く収束の日を迎えたいと思います。と同時にですね、我々はこうしたご協力をいただく中において、いわば
感染の爆発的な拡大を抑えることができているわけでございまして、同時に現在、医薬品あるいはワクチンの開発も相当進んでおります。日米で共同開発をいたしました共同支援をしておりますレムデシビルにつきましてはですね、承認の見込みも出てきているところでございますし、またアビガンにつきましても企業支援と同時に行っております観察研究、そしてまた特別、臨床研究が進む中においてですね、これを早く一日も早く承認に結びつけたい、その中でも患者の皆様が望めば、そして病院の倫理委員会が承認すれば皆様に使っていただくようにですね、これはお願いをしている、そういう中におきまして収束を迎えたい、まあ、真の収束につきましてはこれ世界においてですね、世界においてこれ克服できなければ真の収束とはならないわけでございまして、まあ、最終的にはしっかりとワクチンを世界の英知を結集して開発をしなければならないと、このように思っております。玉木雄一郎君。総理も一生懸命取り組んでおられるのよく分かります。政権挙げてやってるの分かります。ただ今のような説明が繰り返されることによって不安が広がっていることもぜひご自覚をいただきたいと思います。これは批判ではなくてですね、国民が知りたいのはトンネルの長さなんです。でそれが当初じゃあ5月6日までだと言ったら5月6日で、つまり今私が何を聞いたかというと、あと1週間ですからなんとかこのゴールデンウィーク頑張ってくださいというメッセージなのか、どうやらそれを超えそうなのでもう少し我慢を強いるかもしれませんけど国民の皆さんよろしくお願いしますというのか、政府が頑張っている姿をその施策を並べる説明は欲しくないんです。国民としてどういう自覚と覚悟をですね、政権として求めるのか、そして国民の側もどういった覚悟を持ってこの国難ともいえる感染症対策に臨むのか、これをですね、やはりもっとそれ率直に語りかけた方が私はいいと思います。その意味でまず冒頭お伺いしますが、家賃についてであります。昨日も議論がありましたが、商売している方は本当に大きな不安というか怖さを今抱えています。特に飲食、観光、旅客などはですね、まあ、大きく売り上げが減少しています。まあ、収入が例えば9割減なのに、いわゆる固定費、まあ、最大の固定費は人件費と、そして家賃だと思いますが、この家賃についてはですね、まあ、特に家賃の高い東京とか大阪では、何百万という家賃を払っておられる、多店舗展開しているところはそういうところがあるわけですね。で、これ、入ってくるものがないのに、出てくるものだけは、まあ、固定費としてあるということで、この家賃については、早くから我々は対応しなければならないと訴えてまいりました。で、まずお伺いします。現時点でのこの家賃支払い支援について、政府としてどういう対策を考えているのか、端的にお答えください。安倍内閣総理大臣。この家賃についてであります。こういう状況でありますから、多くの飲食店をはじめですね、全くこの収入がゼロになっているという悲鳴が上がっていることを私たちもよく承知をしておりますし、そういう声は私たちにも届いています。例えばこのテナント法となっている中小小規模事業者の方々に対しましては、実質無利子無担保の融資制度を用意するなど、その資金繰りに対処しております。また固定費の負担、これは売り上げがなくても固定費の負担はかかるのでございますが、固定費負担である地代、家賃などの平均を参考に、最大200万円を給付することで、飲食店などの皆さんを徹底的に支援することとしております。併せて、ビル賃貸事業者の方々に対して、家賃の猶予等で収入が大幅に減少した場合には、固定資産税の減免など、の支援策を講じることで、家賃の猶予がスムーズに行われるよう後押しをすることとしております。このような取り組みを通じまして、大変な困難に直面しておられます事業者の皆さんの事業継続を支援をしていきたいと思っております。玉木雄一郎君。今の総理の答弁を聞いて、全国で困っている事業者は安心できません、総理。で、昨日も私、飲食やっている経営者の方から聞きましたけれども、無利子無担保の融資、それ確かに助かるんです。でもかなりも借りてます、2億3億。で、さらにこれから借りれないって話もあります。しかも怖くて。で、売り上げが足らないのに、さらに借り入れを起こすのはね、相当じゃないとできません、これは。で、かつ、200万円の持続化給付金の話もありましたけれども、こんな1回払っても終わりですよ。
さっき言ったように、もう家賃だけで何百万もかかるようなところもあるわけです。そして固定資産税の減免については、2021年度、来年度ですよ。来年度の固定資産税から、しかもこれはオーナーのメリットですから、テナントはそのメリットを受けないわけですよ、直接的には。で、今、国交大臣からもですね、オーナーさんに対してはなるべく減免してくれと要請はしてますが、あくまで要請ですよね。国交大臣いらっしゃるから聞きますけど、その要請に応じて一体何件、どれぐらいがですね、その減免の要請に応じていただいたか、数字ありますか。国土交通大臣、赤羽和義君。今、玉木委員おっしゃっていただいたように、これまでも数字にわたりまして、オーナーに対しましてですね、賃料の減免に対しては損金算入ができるですとか、今、総理がお答えいただきましたような固定資産税の減免、また既往債務の返済猶予の要請等々、こうしたやっていることを周知徹底していただきたいということを、数字にわたって徹底しておりました。その結果というわけではありませんが、それ以前にも含めてですね、全国の市町村で、今、私たちが承知しているのは、35を超える市町村で、それぞれ地域の地域事情に合わせた独自の支援策をされているというふうに承知をしております。玉木雄一郎。いや、他人というか、その市町村がやってるみたいな、国のやってる施策を聞いてるんですよ。で、国交大臣の文書で出して、ちゃんと苦しいからオーナーさん、あるいは大家さん、減免してくださいって要請出してますよ、大臣名で。で、それがどれぐらいの効果を現時点で上げてるかを聞いてるんです。国土交通大臣、赤羽和義君。この家賃問題、大変厳しいという状況は私ども認識をしておりますが、こうした要請について、具体的な数値としてですね、どれだけのものが現状、全国で何件、そうした数値が取られているかということ、具体的な数字は持ち合わせておりません。玉木雄一郎君。要請しっぱなしでだめなんですよ、それでどうなってるか、本当にそれで助かってる人が何人いるか、助けられてなかった人が何人いるかをやっぱ調べないと。対策打てないんですよ。で、実はですね、不動産のオーナーさんって、多分テナントさんって、一回も会ったことない人が多いと思います。10年、20年契約してても、仲介業者とは顔合わすんだけども、オーナーさんって出てきてくださいって出てこないし、会わないんですよ。だから簡単ではないということをちゃんと理解していただきたい。そして昨日ですね、我々野党5党で、これ、画期的だと思います。維新の皆さんも、共産党の皆さんも、そして我々の会派もですね、5党が一緒になって、家賃の支払いを、支援する法案を提出させていただきました。で、これはですね、家賃支払いを1年間猶予する、合わせて補助の仕組みも入れています。で、これはですね、ここにグラフに、図にありますけれども、テナントさんなんかが貸主、大家さんにですね、家賃の支払いができなくなります。で、そういったときに、政府系金融機関が建て替え払いをします、建て替えてあげます、まず。で、このコロナが収まって、元のように事業が回復してきたらですね、約1年後、後から支払いをしてもらうということで、ちょっと難しい言葉で言うと、求償権というものをですね、政策金融公庫が持って、代わりにテナントさんなんかに賃料を要求する、ただ、1年後は分かりませんから、もしその時に経済状況がさらに悪かったり、あるいはその事業がうまくいってなかったらですね、法律の3条で支払いの免除、あるいは債権の放棄、こういったことができるようになってますから、入り口は実質融資として入っていって、結果よく状況を見た上で、結果として減免しますから、その部分が給付に変わっていくと。昨日岸田政調会長が安倍総理に対して自民党案という形で、岸田政調案かもしれませんが、話をしていて、融資プラス給付のハイブリッド型で、新たな制度ということをおっしゃってますが、これもうほとんど私、同じだと思っています。公庫が貸主に融資して、借主に融資して貸主に家賃を払うのか、公庫が直接肩代わりして、貸主に、家賃を払ってしまうのかという、その差に過ぎないということで、将来的な免除という考え方はですね、私、非常に近いと思うんです。で、一番の違いは何かというと、スピード感です。自民党さんはワーキングチームを30日、明日初会合を開くと言いますが、我々は法案作って出してます。ですから、私はもう、これ、考えとして、方向性として同じなので、ぜひですね、与野党で協議をして、速やかに合意を得たいと思います。で、我々の案にもこだわりませんから、
与党の皆さんもデータも知識もいっぱいありますから、そこですり合わせていいのができたらね、大事なことは、困ってる事業者の皆さんを助けることなんです。で、5月の半ば、来月の半ばから下旬にかけて、さまざまな支払いの期限が来るので、このままいくとですね、このままいくと、来月は倒産と、そして廃業が続出します。ですから急ぐんです。二次補正では間に合いませんから、総理。で、唯一の問題は、ここに書いてますが、その最初貸し付けた後、最後、減免するときの基準作りです。で、我々はこれを政令に落としてますから。だから政令レベルなんで予算措置もあるので、ぜひこれは政府と与党と一緒にやりたいんです。でとにかくですね、与野党で合意をして、この家賃支払いについては早急に結論を得るということが大事だと思いますので、ぜひ与野党協議をですね、これ自民党総裁として、与野党協議を速やかに行うように、指示をぜひ出していただけませんか。安倍内閣総理大臣。まあ、現在与野党のですね、協議の場が作っていただいていると承知をしております。まあ、政府からも官房副長官が出席をさせていただいているところでございますが、今、お示しをいただいたこの議員提出法案ということだと思いますが、議員提出法案でございますので、国会でお決めになることでございますから、政府の立場として今、その評価ということについてはですね、これ、提出法、一応法案として出されるわけですよね、提出法案でございますから、提出法案ですよね、提出法案ですから、政府としてはコメントを差し控えますが、いわば与党としてどうするかということについてはですね、協議の場もあるということでございます。いずれにいたしましても、こういう事態でございますから、それぞれの党がですね、この案を持ち寄る、少しでもこの状況を良くしたいと考えていただいていることに対しましては、敬意を表したいと、このように思います。玉木雄一郎君。これ、本当に一回ですね、事業者の声を聞いていただきたいんですが、もう本当にスピード感です、これ、スピード感。で、私もせっかくここまでですね、かなり近寄ってきているので、これはですね、もう与党、野党言ってる場合じゃないので、与野党、せっかくですから、これ、協議をしてですね、早急に草案を得たい。で、私たちの案はですね、これ、アメリカの、ペイチェックプロテクションプログラムということを実は参考にして作りました。これ、何かというと、最初、融資で入ります。ただ、一定期間ですね、雇用を守ることができたらですね、その部分については返済を免除するという仕組みです。入り口融資で入っていって、出口が給付になっていると。で、我々もそうです。ですから、思想としてはかなり似ていると思います。で、大事なことは何かというと、結局、家賃支払いを免除しないと、そのお金はですね、従業員に回らなくなるので、家賃の支払いを支援するということは、雇用を守ることなんですよ。雇用を守るためにも、この家賃支払いの軽減をもう速やかにやらなければいけないので、ぜひ総理には改めてこのことをお願いしたいと思います。で、次に、学費の話をしたいと思います。大学生からですね、あるいは専門学校の生徒さん、そして高校生などからもですね、学校が休校になっている、このことについてもさまざまなですね、声が寄せられています。で、ある、学生団体、大学生の専門学生の団体からはですね、アンケートを取ると13人に1人が退学を検討していると、これ深刻な状況だと思います。確かに、もう大学もですね、キャンパスに入るなとかですね、でオンライン授業やってるところはいいんですけれども、例えば美術大学とか音楽大学は、やっぱり実際にピアノを弾いたりですね、絵を描かないとできないので、事実上、授業というか、ある種の教育サービスは受けられなくなってます。でも、この4月の中旬に学費払ってくださいって請求書が来て、期限は今月末です。明日です。明日です。で、一方で学生はもうバイトが激減してますから、払えないということで、今、一律学費を半額にしてほしいというですね、署名活動をしている団体も出てきて、もう1万筆以上集まっていると聞いてます。文科大臣にも、総理にも、これ直接会ってですね、私とは話をしたいと言ってるので、ぜひ会ってやってください。直接学生の声をですね、聞いていただきたいと思います。そこでまず総理に伺います。この困窮する学生に対する対策は、政府としても取り組む方針だと思いますが、現時点で、この困窮する学生への支援、とりわけ学費の減免について、どのように対応する方針なのか、
教えてください。安倍内閣総理大臣。本年4月からですね、開始をした、ご承知のですね、高等教育の就学支援新制度の枠組みにおいてですね、入学金や授業料のみならず、これは家賃支出もですね、加味した学生生活の費用をカバーするために十分な給付型奨学金の支給を行うこととしております。その際、今般の感染拡大などの影響を受けて、家庭が急変した場合にはですね、それを加味した所得見込みで支援の判定を行うこととしております。今回のコロナの影響にも対応するということになっておりますし、これは今申し上げましたように、家賃とかですね、生活費も、学費だけではなくて生活費も入っているということであります。さらに、入学金や授業料の納付が困難な学生には、納付猶予やですね、減免等を行うよう大学等に対して要請するとともに、そうした場合における助成措置としてですね、ただ要請するだけではなくて、対応していただいた学校に対しましては、助成措置を国として講じることとしたわけでございまして、この状況になってもしっかりと学生を支援していった、もし詳細が必要であれば、文科大臣から答弁させていただきます。よろしいですか、文科大臣。玉木雄一郎君。今、2つの制度をおっしゃられました、いわゆるこの4月から始まった、返さなくていい給付型奨学金をはじめとした新制度ですね、それと大学なんかが独自で減免するために必要な、運営費交付金とか、私学助成を、計上費を積みますようなそういう支援と、これは私、大事だと思います。ただ、一つこれ、改善をお願いしたいのはですね、その新制度についても、あくまでその所得が下がるって家計単位、世帯単位で見るんですよ、10万円みたいに。だから、いろんな理由でですね、親と別々に暮らしていて、親に頼らず一生懸命大学行ってる子がですね、そのバイト代が激減したら、じゃあ親がいるから頼ったらいいじゃないかと、頼れないような状況があるので、個人としての、収入判定をしてですね、それで落ちたときはやっぱり見てあげると、あくまで住民税非課税世帯、あるいはそれ準じる世帯となって、いわゆる世帯単位で見るという概念が生きているので、そこは個別のですね、学生の、非常に苦しい状況に寄り添ってあげてほしいということが1点です。でもう一つはですね、後者の大学が独自に減免措置を講じるときに、その国が支援するという制度があるんですが、今回の補正予算を見ると7億円ぐらいです。7億円。で、大体ですね、カナダがですね、この前90億カナダドルの学生支援を発表していて、約6900億ぐらいなんで、1000倍ぐらい差があるんですよね。でもちろんいろんなダブりがありますけれども、もう少しですね、この大学への支援というのを拡充した方がいいなと思うんですけれども、萩生田大臣、これ、7億円を積み増していて、これで大体どれぐらいの学生さんが減免措置を受けるかっていう、その人数分かりますか、その支援対象人数っていうのは。萩生田文部科学大臣。今、玉城先生、カナダの例を示されました、先ほど総理もお答えしましたけれども、幸い、新制度がスタートした年ですから、ある意味、日本も5000億以上の予算は積んでます、で、ご指摘の7億円はですね、これ、これで十分かと言われれば、全くそうは思っておりません。と言いますのは、長期化をするかどうかということが判断できない中での補正の調整だったんで、人数で割り戻すというよりは、既存の制度の中でさらに上乗せをしたときに、国立、私立がとりあえずやれる金額の最低限、ミニマムを積んだまでなんで、これで十分だと思ってませんし、他方ですね、さっきご指摘のあった学生の皆さんで、4月30日までに授業料払えと迫られている方がいらっしゃるというのは、現実問題、事実なんですけれど、しかし、この2月からの予算委員会で、与野党の先生方からご指摘いただいて、国立にも国公立にも私立にもですね、入学金や授業料の延納、ぜひ配慮してくれということをずっと繰り返し言ってきました。で、今段階で調べますとね、96% の大学はすでにこの措置を取ってるんですが、たまたまよーく見ないと、どこに書いたのかわからない、だから自分は払わなきゃなんないって呪縛にかかってる学生はいるんですが、コロナの状態で万が一この4月30日をまたいで授業料が払えないからといって、直ちに助成金になるようなことがないようなことの配慮はしておりますので、そこは寄り添って対応していきたいと思っています。玉木雄一郎君。ぜひその7億円の予算の積み増し、場合によっては予備費を使っていただいたりですね、あるいはその大学に関して、もう一回周知徹底をですね、して、その払えなかったらすぐ助成金になるようなことがないようにですね、
ぜひそこは文科大臣としても徹底いただきたいと思います。次に、9月入学、9月新学期について伺いたいと思います。今、学校の休校が続いていて、やっぱ学びに穴が開いてます。で、オンライン授業の取り組みも行われていますが、これ、地域によったり、親の所得によったりして、教育の格差が広がっています。今日朝 NHK 見てたら、小中、中高一貫校の私立なんかはですね、完璧にやれてるんですよね。で、私の出身の香川県なんかだと、この前、教育長がオンライン授業はできませんって言って宣言したりですね、これ長引きが長引く、だんだんですね、教育の格差がですね、広がっていきます。で、一方、また、インターハイが中止になったりですね、あるいは英検、4月の英検が受けられなかったりするので、栄養入試、あるいは推薦入試をですね、期待してた子どもたちや親もものすごく心配してます。そこで、学びを継続し、遅れを取り戻し、格差を是正するためには、9月入学、9月新学期に移行するのも一案だと考えます。我が党国民民主党ではすでにワーキングチームを設置して検討を開始しております。で、これ実は省令改正でできますよね。省令改正でできますので、これは今回ですね、やはりやるべきではないかなと思いますが、これについて総理の見解を伺います。安倍内閣総理大臣。この一番最初のご質問でですね、いつ収束するのか、私は率直にお答えしたつもりでございまして、いつということが言えたら一番いいんですが、残念ながら今の段階ではいつということを申し上げることができない。ですから、学生の皆さんも、あるいは親御さんたちも、非常に心配だと思います。果たして今、遅れている事情がですね、補習等で戻せるのか、それはあと、地域差がずいぶんありますから、地域によってですね、それは例えばオンライン事情等々について対応できるところもあれば、そうでないところもある、一部のそれは中高一貫校の私立においては十分対応できているけど、そうでないところもあると、そういうご心配もあるんだろうと思います。そうした皆様方のお気持ちにも十分に沿っていく必要がある、できる限りですね、我々もいろんなさまざまな支援、オンライン教材や動画を提供するという、こういう支援も行っておりますが、そこで同時にですね、学校休業の長期化を見越して、9月入学、この9月新学期についた動きについて、子どもたちや保護者はもとより、社会全体に大きな影響を及ぼすのだから、慎重にという意見もあることは十分に承知をしておりますが、これぐらい大きな変化がある中においてはですね、前広にですね、さまざまな選択肢を検討していきたいと、こう考えております。玉木雄一郎君。ぜひこれ、総理、検討いただきたいと思います。で、コロナだけじゃなくてですね、これから大規模災害が起こる可能性もありますよね。いろんな形で通常の登校してやるという事業が断絶する可能性はあるので、どんな形になってもですね、しっかりとしたですね、教育が、質の高い教育が受けられるように、私はやるべきだと思っていて、これから例えば5月、6月、7月、8月の4ヶ月をですね、もう徹底してですね、すべての子どもたちに、すべての地域に、完璧なオンライン教育ができるそのソフト、ハードの環境整備をですね、もう集中期間としてこれでやりきると。で、ギガスクールコースなんか前出してるのは、私は高く評価しておりますけれども、さらにそこをですね、踏み込んで、スピードアップしてやっていただきたい。で、その時にですね、オンライン教育の環境整備を進めるにあたって、いわゆるその、壁となっていると言われる対面指導の原則、これをですね、やっぱり見直すべきじゃないかなと思います。具体的に言うと、オンライン授業やってもですね、単位取得の制限、オンラインでやった授業については単位取得に制限があったり、これも省令で決まっていると伺ってますけれども、こういうところをですね、もう明確に見直して、もう同じ対等なんだということを文科大臣が明確に示したらですね、一気に進むと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。萩生田文部科学大臣。まず ICT の環境整備については、加速をして頑張りたいと思ってるんですけど、これは先生ご承知のように、あくまで地方自治体がしっかり手を挙げていただかないと、予算については確保しました。今年度中にすべての小中学校1人1台の端末が、またインフラ整備ができる環境の予算はできてるんですけど、残念ながらなかなか理解をしていただいて、積極的に整備をしようという動きにまだなってないんです。で、この6月の地方議会でもう一度手を挙げていただくようにですね、促していきたいと思いますし、先生のご地元も本当におっしゃるようにですね、とてもオンライン授業ができる環境にございませんので、ぜひそういった声を与野党の先生方にも上げていただきたいと思っています。で、その上で大学で言えば、例えば遠隔授業の活用により、学習機会が確保されるように、
習得できる単位の上限が124単位のうち60単位という縛りが確かにございます。高校については34単位でしょうか。これらにつきましては、やっぱり学校っていうのは、学習、いわゆる勉強だけじゃなくてですね、集団活動などを通じて、さまざまなことを学びの場でありますので、そういった意味では、対面の必要性っていうのは、私は否定ができないと思います。他方ですね、せっかくこういう世の中になってきたんですから、この、緩和をしていくということはですね、一定程度必要だと思っています。少なくとも今回のこのコロナの事態で、124だ、60だっていう話をいつまでもするつもりはございませんので、これは大学にも高校にもですね、ぜひこれは例外として認めるようにですね、すでに発出をさせていただいております。で、今回のことは今回のことで、とりあえず現状を見ながらですね、しかし今後の環境が整った上での遠隔授業のあり方っていうのは、どこまでが理想なのか、対面の必要性はどういうものが必要なのか、この辺は冷静にしっかり同時に考えながら対応していきたいなと思ってます。最後に9月の件なんですけれど、これは先生、省令でできるんだろうって、オンで結構言っていただいてるんですけど、関連法案いくつもございますんで、そんなに簡単なことではございません。しかし、この状況を考えると、先ほど総理も答弁されましたとおり、いろんなことを考えていかないとですね、子どもたちの学びの保障はできないと思ってますので、文科省だけで完結する問題ではありませんし、社会全体に影響を及ぼすものでありますが、各方面との調整をですね、少しずつしながら、仮に、我が国の社会全体の問題として、広く国民の間で認識が共有できるのであれば、私としては大きな選択肢の一つだと思っておりますので、そういった取り組みをしてまいりたいと思います。玉木雄一郎君。ぜひ子どもたちの学びの場をしっかりとですね、学ぶ機会を保障する、あるいはその地域間によって格差が生じないという観点からもですね、積極的に進めていただきたいなと思います。で、先ほど大臣、96% 大学がですね、減免とかで対応しているとおっしゃったんで、これちょっとバックデータを委員会に提出するようにお願いしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それと、これある知事から言われたんですけど、ギガスクールでずっとやっててですね、サーバー入れてるんですけど、そのサーバーがですね、双方向の授業に耐えられないようなスペックになっていると、できないんですよ。だから、そういうところも含めて見直してもらいたいのと、あともう、例えば高校生はもうスマホをですね、96% 持ってます。で、アメリカで言えば、ブリング・ユア・オン・デバイスっていうですね、もうデバイスは別にその持ってるので、残りの持ってない 4% だけデバイスを対応して、あとはソフトですよね。この中でどういうそのアプリケーションとか、そういったものをやるのかということで、もっとこう臨機応変にですね、やっていくことも可能だと思うんで、さまざまなことでですね、ぜひそのデジタル化、オンライン化を進めていっていただきたいなと思っております。で、次に、特措法について聞きます。総理、冒頭におっしゃられましたけれども、8割の接触がなかなか実現できていないという話がありましたが、それ、理由は一体何なんですかね。で、今日ちょっとご提案したいのはですね、やっぱりこれ、我々民主党政権の時に作った法律ですけれども、今回のことを踏まえてですね、やっぱ特措法に穴があるんではないかなと、西村大臣、そこはちょっとある意味、共有、共感していただけるところだと思います。で、いろいろこれ、私権の制限の問題があるので、タブー視してあまり議論ができてこなかったんですが、ただやっぱり、短期にこれを収めることによって、結果としてですね、長期にわたって私権の制限を抑えるという意味でもですね、やっぱり私はその、この基本的人権等に配慮をしながらですね、やっぱり見直していく必要があるんじゃないのか。で、我が党内、そしてまた会派内で今議論しておりますけれども、例えばですね、ちょっと図を作りましたけれども、いわば今の特措法には、アメとムチというか、北風も太陽もないわけですよ。つまり北風でいうと、いろんな、あくまでお願いベースになっているので、もう少し強いですね、その行政的な措置ができないのかと。例えば今、施設の利用に関してはですね、要請とか指示、でパチンコの話で指示に従わなかったら公表する、ここまで法律ありますけれども、例えばさらに踏み込んで行政的な命令、違反した場合の罰則、ここまで踏み込めないのか、であくまで今の法体系は、施設に対する規制になってますよね、だから事業者とか業務に関して規制がないので、その業務についての規制を新たに設けて、同じようなですね、要請、指示、命令、罰則のようなことが入れられないのか。で問題はその個人の住民の、つまり外出をやめてくださいというのもお願いベースなんですが、もう少し踏み込んで指示ぐらいまでがですね、新たに付け加えられないか、で私は当初、命令とか行政罰もですね、個人についても課すことができないかと議論したんですけど、なかなかここはですね、慎重にやるべきだという意見がありまして、いずれにしても、こういうもう少しですね、しっかりとですね、規制をするという方向に、
ある種メニューを増やすべきじゃないかということが一つと、そして大事なのは対応政策であって、そのこれだけ厳しいことをやったらですね、だって商売もできないし外も出れませんから、ある意味での生活保障や事業継続あるいは休業保障を完璧にやらなきゃいけないと。で、雇用調整助成金、昨日も大西議員が質問してましたけども、いろんなこと言うんだけどよく分かんないんですよ。で、 100% ちゃんと助成見ますって言っても上限額8330円があれば全然 100% ならないので、受け取るその労働者から見て賃金の8割が確保するように十分なですね、一般会計も含めた財政措置をするということ、あるいは先ほど言った持続化給付金などについてはですね、金額を増やしたり、あるいは 50% 以上減らなきゃいけないと相当厳しいんで、3割、4割でもですね、やっぱり助けてあげるということが大事だし、あと大事なのはですね、これ、差し押さえの対象から外してください。これ、200万円払ってもですね、さっきの家賃の話です、200万円払っても、すぐ銀行が差し押さえに来ますから。だからこれ、持続化給付金は差し押さえの対象外にすると、10万円はどうやらなるし、児童手当の1万円アップもなるそうなんですが、与党がそこは飲んでくれないというので、持続化給付金もぜひこれ、差し押さえの対象外にしてください。いずれにしても、万全な生活保障と休業保障をやるという、この北風と太陽をですね、しっかりもう一回ですね、やっぱり揃えないと、8割の接触減できなくて、5月6日を伸ばしたら、また伸ばす、また伸ばすはね、総理、これ、国民耐えられません、もう。だからその意味でもですね、やっぱり検証した上で、法律にもし不十分なところがあればですね、改正もしていくということを、我々も協力しますから、ぜひこれ、議論をすべきだと思うんですが、この特措法の改正についての総理の見解を教えてください。総理、もう時間がないです、総理、お願いします。時間がないです、安倍内閣総理大臣。もう詳しく説明しておいてあれば、西村大臣なんですが、私の立場からですね、はい、あまり詳細には入りませんが、時々刻々とですね、この状況は変わっているわけでございまして、今の対応、あるいは法制において十分にですね、収束が見込まれないということであれば、それは当然、新たな対応も考えなければならないわけでございますし、そういう時にはですね、また、玉木委員からもですね、さまざまなご提案もいただきたいと、こう思っております。で、8割には至ってないということでございますが、休日は7割、平日は6割までという人の流れ、等々も含めてですね、この、接触機会は減っているのでございますが、例えばただ、夜の街等々を見てまいりますと、東京や大阪や、あるいは福岡等々においては、1割ぐらいまでですね、営業数が減少しているということにもなって、大変なご協力もいただいているのも事実だろうと、こう思っております。常に現状をしっかりと厳しく見ながら、足らざるものについては、臨機応変に対応していきたいと思っております。玉木雄一郎君。最後にですね、大事なのは、財政的な万全の支援だと思うんですよ。で、ケチケチしちゃだめだと思うんです、今。出すべきものは、私、財政再建も大事だという立場ですよ。ただ、その私もですね、今回はですね、大胆に財政出動すべきです。そこで提案なんですが、約100兆円規模の大胆な財政出動をですね、私はこの超長期国債の100年債、まあ、事実上の永久国債を発行して、まあ、コロナ国債と名付けましたけれども、それで100兆円ぐらいの資金を調達して、真水で、これからこの長期戦に備えるという意味でもですね、やると。で、ただ、その大胆にやってですね、国民の皆さんに一旦経済を麻痺させていただくことをご協力いただいて、例えばそれで、100日以内、3ヶ月でね、7月の末までにはですね、これを一定の収束に持っていくんだと、そういうメドをですね、100年国債で100兆円調達して、100日以内にこれを抑え込むから国民協力してくれ、こういう明確なスケジュールとビジョンを示すべきだと、私は思うんですけれども、総理、最後、これ、いかがですか。安倍内閣総理大臣。確かにですね、思い切った対応によってですね、国民の皆様に安心感を与えつつ、さまざまな要請に協力をしていただくという、まあ、基本的な考え方では同じだと思います。ただ、具体的な政策については、我々今、直ちにですね、このお示しをいただいたものについて、評価するこのものを持ち合わせてはいないところでございますが、いずれにいたしましても、さらに長期化が見込まれる中におきましてはですね、我々はとにかく雇用を守り、生活を守るということを最優先に、
これは戦後最大の危機であるという認識のもとに思い切った対応していきたい、臨機応変に決断していきたいと思っております。玉木雄一郎、はい、我々からもこれからもですね、積極的な提案をしていきたいと思いますので、ぜひ我々野党の声にも耳を傾けていただいて、共にこの国難を乗り切っていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。これにて枝野君、渡辺君、玄葉君、大西君、大串君、前原君、玉木君の質疑は終了いたしました。次に C 和夫